はいどうも、バモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、キャンピングトレーラー講義第29回ということでお伝えしたいと思います。そろそろ30回が見えてきましたけれども、今日も淡々と、キャンピングトレーラーの、ことについてですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、今日のお題はキャンピングトレーラーの旅をバックをせずに楽しむポイント3つということでお伝えします。はい、こんなツイートをしました。キャンピングトレーラー購入にあたり最大の不安はバックができるかに尽きると思います。しかしキャンピングトレーラーを購入して4年の私はバックで問題が起きたことは一度もなし。理由、接続した状態でバックはしない。こちらも YouTube キャンピングトレーラー講義で解説いたしますね、ということでこの動画になっています。はい、あのね、この動画をご覧いただいている皆様ですね、キャンピングトレーラーに興味がある皆様、または、もうベテランの、キャンピングトレーラー乗りの方の皆様、いろいろなね方がいると思いますね。でそこでやっぱりね、仲間を増やしたい。で多分一番、あ、キャンピングトレーラーいいないいな、安くていいなとかいろいろな意味でいいな、かっこいいなと思ってるけど、でバックできるって思うと思うんですよ。でそこの問題をですね、ちょっと今日、解決できるようなねことをまた一つ教えたいと思います。はい、ということでね、なんでこんな話ができるかということで、ちょっとだけ自己紹介。はい、車中泊歴はね、21年なんですね。で、バモスで車中泊してました、最初は。で、次にキャンピングカー乗りました。自走式のね。で、今、このキャンピングトレーラーに乗ってます。で、これもキャンピングトレーラーに乗って4年経ちますね。で、トータルでね、42万キロ、走破中でございます。バモスに関しては23万キロ7年で乗って、キャンピングカーは10年で10万キロ乗り、でキャンピングトレーラーは今、そうですね、4年目で、今ね10万ぐらいなってます。こんな感じでですね、もう車中泊人生なのでですね、こんな私が、お伝えしていきたいと思います。はい、ということで今日のお題もう一度おさらい。キャンピングトレーラーの旅、バックをせずに楽しむポイント3つということで、3つのポイントで、3つのポイントをですね守ると、キャンピングトレーラーの旅でバックを一度もしないで、家まで帰ってこれる可能性がございますということで、皆様のお役に立てればと思います。はい、でこの3つはこちらになります。はい、こちら。丸1、食料は事前に買っておく。丸2、高速の休憩は PA、パーキングエリアではなくサービスエリアを使う。丸3、舗装で平らな車中泊スポットを選べ。ということで、最後だけなんか命令形になってる。選べということでね。こうなってます。この3つが重要ですので、1つずつ、解説していきます。まず丸1、食料は事前に買っておけなんですけれども、やっぱりね、旅のキャンピングカーの旅の魅力って、自走式乗ってた時とかバモスで旅してる頃そうだったんですけど、地元のスーパーに行くことなんですよ。ただキャンピングトレーラーに引っ張り出してですね、やっぱり駐車場がどんなとこかっていうのがとってもね気になって、で行った駐車場が結局超狭くて入れない、でまたそこから違うスーパー探すのも大変っていうんで、そこでそれだけでぐるぐるぐるね 1,2 時間すぐ経っちゃうんです。だったら最初のうちは地元のスーパーで美味しい食材を買い込んでですね、冷蔵庫もあるので、そう、真夏はね冷蔵庫が効かないかもしれないんで、真夏の冷蔵庫対策みたいな動画も作ってますんで、概要欄貼っておきますけど、それはそれで見てもらいたいんですが、まあ話はそれちゃったけど、戻すと、食料は、最初のまだ慣れてない頃はですね、事前に買っておきましょう。で、結局その地方の行った先のね、スーパー行ってもなんか美味しいもの売ってなかったりとかすることもあるじゃないですか。地元のスーパーだったら確実に美味しいもの買えます。なので、地元のスーパーで食材を揃えておくと、こうすることによってバッグをしなくてもですね、目的地につける可能性が高まりますということです。はい、丸2、高速の休憩は PA ではなく SA を使え、サービスエリアでは、あ、じゃあね、パーキングエリアではなくサービスエリアを使えということなんですけれども、こちらはね、なんでかというとですね、PA はね、警備員がいないことが多いんですよ。で、ほとんどいません。で、サービスエリアは警備員がいます。で、
バスとかね、特別に大きな車が来た時用にですね、大型エリアっていうのは実はコーンを置いて確保されてるんですよ、警備員がいる時って。なので大型連休とか3連休とかですね、あの行楽な時期があるじゃないですか、皆さんが出かけるような時期、そんな時こそキャンピングトレーラーで高速に乗るとサービスエリアで休むのがめちゃ楽です。これね、あのサービスエリア、キャンピングトレーラーで高速に乗って結構経験を積んだ人しか気づけないね、これは重要なポイントですよ。皆さんメモ取ってください。ゴールデンウィークとか長期休暇、夏休みとかね、お正月とか、そういう時はまあ大きな PA にもいるんですけど、そこが大きいかどうかなんて言ってみなきゃ分かんない。でもサービスエリアは確実にでかい。でそのサービスエリアには警備員がいっぱいいてですね、大型エリアはコーンを置いて必ず確保されてます。普通車が置かないようにですね、確保される。だからはいこっちおいで、おいでおいで、はいはいはい、こっちです、こっちです、こっちです、うーんって頭から突っ込めばもう OK で、出るときはサービスエリアなんで前から出れますからね、バックをせずに優雅に休めるということで、あのキャンピングトレーラーで、高速をで高速でお休みするときはサービスエリアを使えと、パーキングエリアではありません。ここ重要です、よく覚えておいてください。で丸3、舗装で平坦な車中泊スポットを選べということで、これはなんだ、どういうことだと思うかもしれないんですけど、今回私のこの動あのキャンピングトレーラー講義動画はですね、牽引免許不要キャンピングトレーラー講義動画なんですね。まずは、牽引免許不要のキャンピングトレーラーを、買ってですね、皆さんに気軽に楽しんでほしいという思いで、自分も気軽に楽しんでますからね、それでお話ししてるので、牽引免許不要というところを踏まえてですね、この平坦で、舗装で平坦な車中泊スポットを選べということで、これはですね、車中泊スポットに着くと大体そこはバックでね入れなきゃいけないところが多いと思います。まあ道の駅とかでも大きい駐車場あるんですけど、大型エリアは結構端っこの方にあって、やっぱりそこはねバックで入れなきゃいけないというところが多いですし、キャンプ場行ってもね、やっぱりサイトはバックで入れなきゃいけないっていうことが多いんです。でムーバーがついてればいいんですよ。ムーバーっていうのはタイヤのところにガチンってかませて、こうやってリモコンでウィン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 ってトレーラーだけウェーって動く。でもそんなにお金かけらんない。でキャンピングトレーラー、牽引免許不要のキャンピングトレーラーっていうのはね、手で押せますっていう動画作ってありますからこちらも概要欄に貼っときますけど、手で押せるんですよね。だから手で押せるんだけど、だけどですよ、舗装で平坦なところじゃないと押すのが厳しいです。砂利とかだと押すの厳しいし、坂だとねまた押すの危ないんで、厳しいというより危ないです。下がってきちゃったりするんで、ジャッキを、パーキングブレーキを下ろすとね下がってきちゃったりするんで、それすごい危ないんで、平らで舗装のところ、それだったら一人で押せます。なので、車中泊ポイントに着いたらですね、無理にパックをして入れようとせずにですね、もうそこのサイドの近く行っていい感じになったらもうそこ止めて切り離しちゃう、切り離して、はい、グッ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 ギュッ、今のこれパーキングブレーキね、ギュッて開けてギュッと止まるんで、で、はいもう OK っていう感じで、そのままこう手で押し込んでください。で、奥様がいれば2人でやればですね一層安全ですので、そういった感じでですね、手で押し込むと、無理にバックをしない。そうすることによって、目的地についても、バックをせずにサイトに収められるということになります。でね、 RV パーク結構おすすめです。 RV パークは駐車場を広い区画を確保してですね、区画がそういう風に広く確保されてて、舗装の道路、舗装の駐車場っていうのが結構ありますんで、RV パークのね、まあ、RV パークだけじゃなくてもいろいろありますけど、まあそういったところのホームページを見てですね、ここは舗装の駐車場だなーっていうのを確認した上で、予約して行ってみるとですね、その場でこう手で押せて入れることが簡単にできると思います。はい、ということで、この1から3、まず1、食料は事前に買っておく。高速の休憩は PA ではなく SA を使う。丸3、舗装で平らな車中泊スポットを選ぶということで、この3つを、駆使すればですね、家から出て、1回もバックせずに家に帰ってくることができます。で、実際問題ですね、もう4年経ってさすがにバックはできるんですけど、なるべく増したくないということで、今でもねこういった戦略を取ってます。初めて行くところではちょっとめんどくせえから初日の分はスーパー行っとこっかな、で切り離した後にヘッド車だけでのんびりスーパー、地元のねスーパー買い物行こうかなみたいなこともやってますし、なるべくねパーキングエリア行ったことない高速道路とかだったらサービスエリアに寄るようにします。そうすると、はいこっちです、こっちです、はいどうぞどうぞ、ここコーンどかすから入っていいよ、これやってくれますから警備員の人が。なんかね
あーなんか普通車より楽だなみたいな、そういうのでかいでかい特権です。まあお金ね余計に払ってますけどね、休日割引とかもうないんで、いや深夜割引しかないんで、ね、皆さんお金はちょっと払ってるんで、そのぐらいの優遇があってもいいでしょう、トレーラーね、うん、であとは平坦な車中泊スポットを選ぶってことで、あの行った先で切り離してブーッと押しちゃえばいいんだということですね。これをすればですね、全くバックをせずに、トレーラーを引っ張ってると全くバックをせずにですね旅ができると、こういった内容になってますので、ぜひね、あの不安を感じている方とか、キャンピングトレーラー買ってバックまだ難しくできないんだ、どうしたらいいんだろうと思っている方はですね、これを参考にしていただけると嬉しいです。さあでもどうしてもバックをしなくちゃいけなくなった状況があったとしたら、これねあるんですよ。なんかね、あった一回、長期休暇っていうか、なんか夏休みかなんかの混雑してる時にパーキングエリア寄っちゃったんですよ。そうしたらもうバックでしか入れられないとこしか空いてなくて、でそこパーキングエリアの警備員がいたんだけど、ここ入れなみたいになっちゃって、もう何回も何回も切り返して、何回も何回も切り返して、で入れられることができたんですけど、もうねその時は開き直るしかないんです。これはね、何のちょっとごめんなさい、何のアドバイスにもならないかもしれないんですけど、もう俺はトレーラーって長いし、普段引っ張ってるプロじゃねえから、そんな上手にできねえんだよ、当たり前なんだよつって、堂々とやればですね、みんな待ってくれますから、あートレーラーしょうがないよねって、あすいませんどうもすいませんすいませんとか、あちこちこうすいませんすいませんとかこうやってやって、パントマイムみたいにで、はいはい、ビビ、あダメだまあいって、あダメだまあいって、あダメだダメだつ、何回も何回もやればいつか入りますんで、その時は開き直ってください。その時にね、逆に切り離して何とかしちゃおうとすると逆に慌てるんで、ぐるぐるって、ちょっと待って、車から降りない方がいいです。車に乗ってれば、車っていう防御の壁があるでしょ。でそこで落ち着いて開き直って、俺はトレーラーだから、私はトレーラーだから、そんなね簡単にバックできませんよということを開き直ってですね、やれば大丈夫です。なんか頭から突っ込んだのにバックで出なきゃいけないとかね、そういった状況だったかなと思うんですけど、その時はまあなんだかんだヒヤヒヤ汗をいっぱいかいてですね、一生懸命、そうだな、あれ10回ぐらい切り返したかな、でやりましたけど、ゆっくりバックすればトレーラーの後ろの動きはねわかるんで、こうなった時に、あーこっち行っちゃった、もう一回行って、じゃあ今度こっち来て、こうなってこうなって、ああ大丈夫大丈夫って、こういう風な感じで実践で練習するのが一番なんで、駐車場とか練習しに行かなくてもいいです。もし今の言った 1,2,3 番守っててもバックしなきゃいけない駐車場に入っちゃったっていう時に実践練習すればいいんですよ、うん、そんな感じで気軽にですねキャンピングトレーラーを楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで私のねキャンピングトレーラーの動画の中でですね、特にデメリットに関するですね、動画がよく回っているのでですね、これからはこういった感じで皆さんね、キャンピングトレーラー買いたいけどバックしたくないと思ってるでしょとかね、そういうところを丁寧にこういう風にですね、ちょっと面白おかしく解説していきたいと思いますのでですね、ぜひ、チャンネル登録をして次の動画をお待ちいただければと思います。もしよかったらね、グッドボタンを押してもらうとめちゃくちゃ励みになるので、コメントもどしどし歓迎しております。そのコメントの中から、そこをピックアップしてですねお話ししてもいいので、ぜひ何かあったら、コメントもいただければと思います。さあということで、最後の、いつものフレーズいきますよ。3、はい、ただ走るだけで冒険になるキャンピングトレーラーライフ、皆様もぜひということで、楽しい旅を、皆さんでしてくださいね。それではまた、バイバイ。